はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2018ペナントレース、ではパリーグ公式戦第2回戦ですね、やっていきたいと思います。というかね、 BGM がねすげえいっぱい選べて、まあ、これはね、おなじみのアプリの名教高校の曲ですね。これ結構ね、名教高校好きなんですよね。まあ結構シンプルで早めに終わるっていうところが、そして強い選手が作れるっていうのでね、ぜひねサクスペの方にも、来てもらいたいんですけど、まあ試合に行きましょう。通常試合、お調子はみんな良さそうだね。で疲労がねあるんだよね。みんなまだ疲労は溜まってないんですけど、ピッチャーの疲労は杉浦君でもそれなりか、多分右が疲労で下がなんだろう、スタミナ的な問題かな。一応ミカミックスいるんだよね。まあまだいいや、正宗君にお任せしよう。基本的にオーダーはまあこのままでいいでしょう。スターティングオーダーでいきます。なんかあった時にはちょっと代打とかを出していきます。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対、いや試合の音はね懐かしい音にしましたよ。さあ間もなく試合開始となります。なんか決勝とかで流した方が、決勝っていうかさ、右の日本シリーズのこことか、期待しましょう。注目の投球です。2試合目から流す曲じゃねえな。まずは1回の表、はい、まあいいや、まずはワンダー、例によって塁に出てもらいたいけど、チェンジアップ、タイミング合いません。いきなり決められたな。第2球打ちました。トギダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左バッター玉三郎、第9投げた。これはスローカーブ、やっぱりスローカーブが打ちづらいね。投げました、打った、流し打ち、ウィーラー下がっていった、ファルボール。第3球スライダーを捉えた、よし。玉三郎も結構早いからな。玉三郎ナイスバッティングです。さあ西野くんが繋いでくれれば第9投げました、割といける気がする。岸間気分か、しまった、お抜けた、よしよしよし。ボールは中継、さてまたタヌキ君狙っていこう。先行チーム先制のチャンスを迎えます。うわチェンジアップ、チェンジアップ空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。スローカーブは無理、振ってストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから3球目はまあ外してくるよね。第4球を投げました、これはインコース、チェンジアップ外れてボール、チェンジアップからのストレート、うおー無理だ。しかし5番、改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。国重もいける、チャンス B 持ってるし、初球から決めてく、 OK、 第1号初球からやっぱり狙ってったのが良かったね。よし全く同じパターンだな、3対0塁を貯められたのが良かったね。左バッターボクサー6番木野、第9投げた、打ちました、初球打ち。ストレートは割と狙い撃ちにできるな。ストレート主体で投げてくるピッチャーは結構打ちやすいかもね。やっぱり投げた、こういう風に初球打ちました、これはヒットになります。あそうだ、走らないといけないんで、もういいや、ちょっと今から走ると。いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました、ユッキー狙ってこい。第9投げた、初球打った、まあ1球入魂があるとはいえ、スリーアウトチェンジ、打ち上げてしまうか。1回の表が終わって3対0、今シーズンさあ正宗、1回の裏3点を追いかけますイーグルスの攻撃、先頭バッターはオッケー、引っ掛けた、クニ噛んだ、え待って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 、あれ1回1回これってさ、記録はヒット、ちょっと待って、どういうことよ。守備え、補給音になってる、一回一回音にしなきゃいけない。第9初球決まってストライク、さあ次の投球、茂木は走っては来ない、キャッチャー落下点に入りました、ファールグラウンド、ボールをつかみました。第9一応外していこう、最初は外角高めの直球はボール、
第2球高速スライダージャストミート OK 二塁送球セカンドフォースアウトかっこいいねボールの渡し方がスリーアウトチェンジリプレイをご覧ください。ここからホットいやユッキーいいわマジで惚れるわ。先行チームこの回の攻撃はラストバッターから始まります。うおスライダーを取りました。これで振らされてしまった。ランナーはありません。今日早くも2回目のバッターボックス第9投げました。ちょっと待って初球空振り1球目空振りから投げました打ったボギーダイレクトでボールを掴んでアウト。今日はちょっとワンダーの調子が振るわないな。第9投げました。しかしここから早朝軍団が続くけど相変わらずこうセンターフライになるっていうね。2回の裏3点を追いかけます。ウィーラーとか嫌だなやっぱり。この回の先頭バッターはウィーラー外角高めいっぱいストライク。高速ナックルはちょっと外させてもらおう。もう第3球をジャストミートされるとうーわマジかこれはいい当たりだ。さらに伸びていく。こいつはまだ1号か。今シーズン先ほどバッターは5番島内。気を取り直して初球に送ってストライク第2球投げたストライク第3球をもうこれはストレートで押していこう。打ちました。だいぶずれたな。ベースカバーに入る取ってアウト。これでアマダーに打たれてんだよね。ちょっとこの高速ナックルをよしいい感じで決まった。まあ、ボールからストレートはボール第3球ストライクに入ってくれれば高速ナックルもいいかもしれないけど。ボール第4球を投げました。これもキャッチャー取れるね。ファールグラウンドで取りました。足跡がすげえな。めっちゃついてんな。バッターは7番岡島決まったストライクまずは決めてきました。ファーストストライクを取りに行くのがインコース高め外れてボール。俺は結構多いからね。投げました。よしいいところに決まる。ああいう風にナックルが決まってくれれば追い込んでいます。内角高めいいんだけどね。失投とかされる可能性があるから投げました。打ったに当たりだ。打球はセンターへ玉三郎クリーンヒットです。ツーアウトからのランナー。ただ8番ここは確実に抑えていきたい。ちょっと高速ナックル。うわしまったストレートしてしまった。まあいいや OK 一発は食らったけどここからクリーンナップ。この回はクリーンナップからの攻撃になります。西野君も調子はいい。騎士も普通に強いね。てかみんな球速が速い。150オーバー多くないか。タヌキは狙ってこう。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた。うわチェンジアップ。チェンジアップはもう絶対無理だな。第2球投げた。 OK 打った強い当たり。打球はそのまま伸びていく。どうだギリ届いた。2号今シーズン第2号ソロホームラン。いかつすぎるマジでこいつ。バッターは5番クニ今日3打点を挙げています。今日もこいつは打ってるかな。もう第2球投げた。あ待って待って待ってチェンジアップタイミング合いません。第3球を投げた。よし打ったこれは強烈伸びた伸びていくかゲーいかなかった。これで2アウトランナーありません。あれでいかないのか。バッターボックスは6番キノ第9球打ちました。初球打ちボールはライナーでセンター大変だな本当に守備機会多すぎでしょ。イーグルスこの回の攻撃はラストバッターから始まります。とりあえず1点を追加して3点差。まあ、サムネ君もだいぶ楽にはなってると思うけどゲームだからそういうのないかな。あそこ脱散持ってんのか。あーやばいポテンになるな。ポテンっていうかうまく運ばれたな。いいバッティングを見せました。ここで1番か。茂木も強くねえか。 BBB ってワンダーお前の足の速さ見せろ。ダメだワンダーさ。やっぱりさこう守備力が低いっていうのが乗り切れるかこれ。高速ナックルを1球しょうがない。1点はしょうがないか。無理だフィルダースチャンスになるよ。イーグルス点差を2点に縮めました。拾
録はフィルダースチョイス。いや今のはちょっとな、俺もワンアウトを取りに行くべきだと思ったけどね、コンピューターがそう判断したんだからしょうがない。サンタモニカ君、ショートから二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。先ほどホームランのフィーダー。よしゲッツー。ただ三塁にいるからな、これはもう単打でも1点になるから気を引き締めていこう。奪三振、奪三からの高速ナックルだな。奪三ってあれだよね、フルカウントになると発動しないんだっけ。発動するか。いいラ2号マジかよ。まあまだまだ同点に追いつかれただけ。初球を打ちました。第2球5回だな。正宗君はちょっと今回は中継ぎを投入しないとスタミナが持たなそう。よしユキ OK。 一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。試合はこれから中盤4回に入ります。789でなんとか1点もぎ取れればな。アウトコース低めストライク、チェンジアップに全くタイミングが合いません。そうだね、チェンジアップはマジ無理だわ。だからチェンジアップは捨てて、もうストレートに狙いを絞る。バッターは8番ユキ。1球入魂狙ってこう。レフトフライに倒れています。初球を打った、フラフラッと上がった、無理か、噛みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番、最初のバッターボックス。それでもさ、やっぱりキャッチャー A あるから助かってるけど、初球から打ってった、まあ、ここはしょうがない。ありました。これでトップバッターから始めるために。アマダか、今打たれてるからな。ちょっと高速ナックルを、よし、内野ゴロ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番岡島、第9球。下位打線まで来ればな。投げました、直球ストライク。第2球投げました、危ない球。第3球、ここら辺はなんとか抑えちゃい、チャンスメーカー持ちか。OK、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番藤田、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。セカンドで打撃がこの能力ってことはやっぱり守備寄りの選手かな。投げました、変化球はボール。投げました、打ちました。これはちょっとしょうがない。ヒットになります。まあ2アウト、ナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは9番島、これが2度目のバッターボックス。島は9番、まっすぐ見送ってストライク。ちょっと抑えたいね。投げました、2球目空振り、これで追い込みました。1つ外してボール。第4球はボール。第5球ナックルを打ちました、あっと引っ掛けた。取れないね。スタンドに入りました。ファール。ちょっと言ってボールカウント増やしたくないからな。打った打球はえ、ファースト、ちょっと待って、ユッキー。おお、マジかよ。今のファースト取れないのか。やっぱ動き出しがちょっと鈍いよな。すべてを求められないからね。よし、今度はファースト OK。あれ抜けたらもう1点ものだったからな。よしよしよし。2アウト1塁2塁のピン。さあここから反撃。1番からの高打順になります。ワンダーはちょっと今日ノヒット。投げた、初球を打ちました、センターへ持っていく。これは走ってこう。1球目はちょっといいバッティングを見せました。初安打、様子を見つつ外してくる可能性。ほらね、やっぱ警戒されるね。第9投げた、スローカーブとかだったらでも走れそうだけどね。第2球スタート、投球ストライク、無理か。アウト、ポール、むずい盗塁とか。リプレイをご覧いただきたいと思います。肩どうなの、ちょっと待ってね。スコアで野手データ、島肩 C か。それでも玉三郎はやっぱり塁に出る。投げた、打った、よしスライダー、センターへの打球、これはヒットになります。玉三郎ナイスバッティングです。西野くん、まあ、西野くんも投げました、ボール。普通に打ってこう。投球コントもな、多分走れるは走れるんだけどちょっと怖いよな。第3球を投げました、ストライク。スローカーブ入れてくるね。
追い込んで第4球をこのストレート打ちました。ファーストゲッツーになってしまう。セカンドフォースアウト。おお、なんてこった。リプレイをご覧ください。イーグルス、この回は上位打線。ここも抑えないとね、ペゲロ。トップバッターはペゲロ。今日はやだな、ペゲロとか。フィルダースチョイス。高速スライダー見送ってストライク。ボール。第3球を。ナックルをちょっと見せ玉に投げました。よし。変化球空振り。少し迷ったか。三振男。釣り玉に。危ない球。第5球。高速スライダー。オッケー。空振り三振。バッターは3番銀次。6回まで投げたいね。やばい。初球打った。ライトへ。昨日無理か。前に出るヒット。銀次いいバッティングを見せました。銀次は走ってこないと思うけどな。よし。ああ無理。一塁でいい。一塁でいい。おお。ギリギリじゃなかった？俺だったら一塁投げちゃってたね。わかんない。これだけ見るともうマジでわかんない。ただまあ結果オーライ。4-5、この2人でどっちかがホームラン出てくれればまた勝負は分からん。よし、オッケー。さすがよ、タヌキ。いかつすぎるぜ。2打席連発、初球を完璧に捉えました。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。もう本当、君はキャッチャーじゃなくて DH 要員だな、完全に。バッターは5番クニ、今日3打点を挙げています。打席への入り方がなんだこれ。こいつも狙っていける。初球のパワーヒッター。投げた、低め、外れてボール。ミートはまあ D やればね、投げた、全然大丈夫なんで。強い当たり、さらに伸びていく。行くか。あ、行ったね。よしよしよし。やっぱこの4-5強い、本当に強い。この2人では改めて第9、2点差。危ない球。第2球。そもそもね、俺もあんまりミート打ちをするっていうのが慣れてないからね。サクスペだともう全部強振ホームラン狙いじゃないですか。投げました、打ちました、レフトへの当たり、ヒット。お、いいね。昨日ナイスバッティングです。サンタモニカ。なんて山陽小野だ。毎回毎回気になる。第9、これはスローカー ブ, ーカーブ。第2球投げました。どうすっかな。打ちました、いい当たり。セカンドライナー。ちょっと送ってもいいかなって思ったけど、下位打線だし確実に1点を取るために。投げました、決まってストライク。第2球、よし、スローカーブ合わせたよ。宇宙間へ上がった、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。走れ走れ、いけるか。走っちゃったけど、バックホーム間に合うかどうか。いいね。先行チームリードを3点に広げます。7-4。バッターは9番。さて、ここからチャンスを生かしていこう。チャンス A。 見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、ショートライナー。これで2アウト。ワンダー。バッターは2塁変わりません。第9、さっきまで絶不調だったのに。流し打ち、どうだ。これはいいね、走れるんじゃないか。ワンダー、しかも2塁までいける。お前の足ならいけるはずだ。先行チーム2塁だ。さらに1点追加。8-4。先ほどのプレーです。別に流し打ちは持ってなかったよね、ワンダー。玉三郎、投げました、打ちました、初球打ち。センター前、ワンダーいけんじゃねえか。やばい。おお、さすが。先行チーム、さらに、この足の速さはやっぱりいいね。玉三郎、走ろう。ここまで3打数1安打。ストライクになった。キャッチャー盗塁1。盗塁成功。玉三郎、今シーズン初盗塁を決めました。しまった。打ちました。サード正面のゴロ。まあワンダーもまだ盗塁は決めてないからね。スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって、6回の裏、割とビッグイニングになったな。イーグルスの攻撃。もう一回ちょっと耐えてもらいたい、クズには。今日はファーストゴロとセカンドゴロ。投げた、このボールも空振り。これで追い込みました。脱三、外す。インハイ、直球は外れた。ナックルも外そう。投げた、低めのボール引っ掛けた。1、2塁間への当たり、取ってアウト。これでワンアウト。まだアマダーマジ怖いよ、初球持ってるし。ミートがFとはいえ、やっぱ飛ぶよな。レフト取りました。
これで2アウトランナーありません。左バッターボックスには岡島、初球はストライク、まずは入れてきました。これでもこのまま抑えれば7回も投げられそうだな。特に何もなければ。なるべく中継ぎ陣はね温存しておきたいからね。いや無理か、あれは取れないか。ちょっとこれは二塁まで走られるね。ツーアウトか。とはいえ下位打線なんとか抑えてもらいたい。これは大丈夫でしょう。切れるよ、切れる切れる。第3球を低めに投げておけば OK。 脱三決まったね。もう一回いけそうだな。タヌキを狙っていこう。クルカーブなんて持ってんだ。155キロ、こいつも球速速いね。ちょっと上がっちゃったかな。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番クニ、今日4打点を挙げています。2ホーマーだからね今日。投げた。ストレートはもう失投が入ったら絶対持っていけたな。第2球投げた。アウトコース低め、縦のスライダー外れても155キロあるってことは多分ストレートで押してくると思うけど。足の当たり、ピッチャー返し、抜けた。クニいいバッティングを見せました。バッターは6番、まあ、足は F か。今日はここまで3打数2安打。まあ、もうこの点差があればね、特に代打を送るってこともないと思うんで。危ない球。第3球を投げた。打った、痛烈な当たり、セカンドライナー。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。いいやつか、サンタモニカ。第9、投げた。シャックルカーブを合わせたけど、ちょっと取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ライトの正面だね。満員の楽天生命パーク、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。これ相変わらず画面的にすげえよな。さて7回、そうだね、7回投げてもらおう。で8回中継ぎ出して9回は抑えを出そう。投げました。OK、いい感じにナックルが入ってくれた。投げました。アウトコース高め、ボール。第4球はセンター、センター玉田三郎、無理か。ちょっと先頭バッター、今日はここまで3打数出してしまったよ。第2球ボール。第3球は外れた、ボール。投球これから4球目。これはライナー性だ。ちょっと1点取られたら変えよう。まだ投げさせる、まだいける。モギツーベースヒット。ピンチを広げてしまいました。ペゲーロ、さあバッテリー超やだ。変えた方がいいかな。第9ノリノリにボール。第2球とか投げました。おお、際どい球。ただボールがついてるかな。直球見送って、3番バッターだしな。ちょっと無理だよな。打ちました。これはショート右、もういいよ、一塁行ってしょうがない。まあいい、まあいい、まあいい、まあいい。この1点の取られ方はちょっとしょうがない。バッターは3番銀次、今日4度乗り切ってもらおう。向こうがちょっと初球空振り、ノリノリになってるけど。第2球投げた。よし、これはモテモテのファーストゴロ。大丈夫大丈夫、アウトを取って2アウトにすれば問題ない。4番こいつを抑えれば何の問題もない。まだいける。ちょっと見せ球を使おう。さすがにこれだ、ナックル。おっ、怖え。ちょっと1球外そう。スタミナがなくなるけど、でもうちょっと、いやでもこれは抑えてもらいたい。よしよしよし、おお。今の取れないか。やっぱショート守備だよな。ユッキーならな、取れたと思うんだけどな。ちょっと投手交代。ここは中継くん、中継くんどうしようかな。まあ、調子のいいやつがいいよね。こういう時にさ、ワンポイントスライダーの中国いけそうだよね。そんなに長いイニングを投げるわけじゃないんで。黒ファイターし、対左だし、左のワンポイントとしていけるはずだ。リリーフ、第3球を投げました。でもさ、リリーフ左のワンポイントで思ったけど、グラゼニ面白いっすよ。グラゼニパワープロでコラボしてたじゃないですか。であの時にね、あの第何話まで無料ってあったんで見たんですけど、普通に面白いっすね。やっぱコラボするとね、大谷君とかも俺最初全然興味なかったけど、やっぱチェックするようになるよ。コラボの宣伝はそれなりの
お客を集めるのには有効だと思いましたね。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。まあ下位打線になっちゃってるからそんな話をしながら進めていく、まあ、点差もあるしね。ちょっとプレーが雑になっちゃうけど、バンダーちょっとこういう時さ悩んだ。これは当たってくれません。ストライク。あれで狙ってみよう。セーフティー。第2球セーフティーバント。ほら走れ。ファールか。いいところには転がったんだけどな。まあさすがにスリーバントはちょっと怖い。球外してボール。第4球を投げた。インローへ変化球を外れてボール。第5球投げた。よし。ボール。四球か。投げた。打ちました。いい当たり。まあ合わせたんだけど、ライトに飛んでったね。先行チーム。8回の裏。この回もちょっと。イーグルスの攻撃。任せよ。先頭バッターは指名打者アマ。取れる。いやユッキー無理か。ボールを取る。記録はヒットになりました。バッターは7番岡島。これが4度目のバッターボックス。アマがただ走っては来ないと思う。変化球ストライク。インローへ第2球投げた。ストレートはボール。インコース高め投げました。低めの球空振り。次がこいつワンポイントだった。1回だったらすげえ使えるな。投げました。打ちました。これサンタモニカさすがに大丈夫でしょう。ショートのね守備持ちがねやっぱり欲しいよね。これ別にさペナントの途中でも入れられるのは入れられるよね。全然選手は足りてないんで。怪我したとかっていう事故が起こったらもうこのチーム終わるんで、ギリギリのね選手層でやってってるんで。あと留学にもね最悪出したいっちゃ出したいからね。1年経ったら1年っていつ終わるんだって感じだけど。 OK、 いい中腹使える。マジで使える。これどうしよう、投げさせようかな。9回さあいよいよ最終回。先頭バッターは玉三郎。今日は3点あるしな。いやでもセーブつけたいよねやっぱり抑え。これでワンアウトランナーはありません。バッターは3番西野。これが5度目のバッターボックス。危ない球。第2球投げた。これちょっとやっぱナックルカーブとかねそういう変化球も打てるようになっていきたいから。さあタヌキ、これナックルカーブをホームラン持っていけるような腕になってくると基本的にもうストレートしか持っていけないからね。ストレート狙いのホームラン、こういうの全然 V スライダーだし。追い込んで第4球を。いや無理だ。インコース低め見逃す三振。変化球で攻められるときついんだよな。2ホーマー縦のスライダーボール狙ってこう。9回だし3点差あるし。投げました。ボール。監督としてはもう一発狙ってけと。お達しが。ボール低め。どうする、外してくるか。第4球を投げました。うん、外してきたね。フォアボール。ストレートのフォアボール。まあそうだよね。6番からちょっといきなりパワーがなくなるかな。しかしそれを後悔させてやる。いや走れない、これは無理だ。昨日ナイスバッティングです。先行チームなおもチャンスが続いています。ディフェンスポイント。さあバッターサンタモニカ。第9投げた。直球ストレート。ストレートから入ってきたか。第2球投げた。おおストレートか。V スライダーかと思ったんだけどな。これは外してくるよね。投球これから4球目。うわちょっと振り遅れた。ファール。第5球投げた。 V スライダー。ここはやられた、完全にやられた。やばいな、9回に相手を勢いづけてしまったかもしれない。イーグルス。そうだよね。1番からの攻撃。どうする。はい左か。いやちょっとここは抑えに任せよう。抑えのハンマー、俺はこいつを信頼する。ハンマーカンマー。今日3番手としてマウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずはストレートロース。ただいきなりストライクに入れるのは怖いから。投球これから2球目。うわインコース引っ張ったクリーンヒット。やはり相手が2塁まで走ってきた。昨日のレーザービーム言い方はしているけど、ちょっとバッターは2番デゲーロ。今日2打点を挙げています。よし投球これから2球目。ストレートはボール。第3球からの緩急。 OK 内角低め見送ってストライク。内と外の出し入れ。ボール。さあ投球は5球目。 OK まず1人。では改めてリプレイをご覧いただきたい。よしナイス。最初の打者は出してしまったけど、低めギリギリいっぱいストライク。まずはよし、そこからテンポよく。投球は3球目。
外、内、インローの直球、そして緩急投げた。ユッキー無理か。1点はもうしょうがない。いや、まだまだまだ大丈夫。これはもうちょっと相手を勢いづかせてしまった。その9回の攻撃がねちょっと悪かったからね。俺のチェンジアップ、ゲーッ同点に追い込まれたんじゃん。マジかよ。ウィーラーとかも3号か。しかし勝てば何ら問題はない。やっぱりさ、この相手を勢いづかせるとさ、めっちゃ強くなるよね。第3球を、まだワンアウトかツーアウトだったらな、だいぶ楽だったんだけど。この場合ってさ、もしさ勝ったらさ、ハンマーが勝利投手になるのかな。山陽のうまくさばいています。これでツーアウト。てかまあアマダーとかマジ怖え、マジ怖え。こいつ投げた。よし、低めいっぱいストライク。まずは入れてきました。投げた。これ何もずっとさ9回の裏勢いづいてんの向こう。投げた。インハイ際どい球、ボール。チェンジアップ怖えな。本当だったらここチェンジアップ投げてんだけどな。投げた。よし、チェンジアップでいこう。三振持ってるし。投げた。オッケーオッケーオッケー。これは西野バックしていった。余裕があります。打ち取ったり、こういう試合になるとね、ちょっともう持久戦になるから。試合はこれから延長に入ります。ユッキーか一発狙ってこう。見送ってストライク。まずは見送りました。ピッチャーの層の薄さがね、投げました。縦のスライダー、出てきちゃうんだよね。第3球を投げました。縦のスライダー、ボール。さあ4球目。まずは塁に出る。OK。うまくジャストミットしたな。これはもう1点ものだよ。1点を大事にいこう。チャンス B、A か、あるとはいえ、送っていきたい。今のはちゃんとバットを引く。三塁大丈夫だよね。よし、ワンダー、お前の仕事だ。犠牲フライ。ここで川北持ってんだっけ。なんで。まあいいや、一発狙えれば一発狙ってこう。しまった。これは無理だ。やばいな、1点入れられないと。玉三郎今日猛打賞。単打でいいのよ、単打で。ストレートで押される。奪三もしか、こいつ結構特能がやばいね。うわ。最後は伸びのあるストレート。先ほどのプレーです。こっちはピッチングがハマってんね。なんで燃えてんのよ。まあそれは燃えてるよな。どうする、ハンマーちょっともう一回投げさせよう。投げました。見送ってストライク。裏だからな。一発でもう終わるからね。しかし789、ここを抑えて第3球を11回までつなぐ。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。買いまったぎ持ってんのか。やばい、こういうポテンが一番怖い。うわー、フェアだ。ボールが転がる。山下、いいバッティングを見せました。ダイソー入れてくるか。今シーズン1本目のヒットが出ました。いや、確実にバントだね。まあ、それそうだよ。ファースト取って、ユキ取ってアウト。ランナー2塁に進みました。下位打線だもんね。サヨナラのピンチとなりました。第2球投げました。これはでもセンター大丈夫でしょう。センターフライ、飛距離よし、OK。噛みました。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。あと1人。第9投げた。スローカーブ見送ってストライク。インコースでテンポよく投げてきました。第3球を、おい、嫉妬しやがった。マジかよ。これは嫉妬はしょうがないよ。もう俺にはどうにもできない。1球に泣いたわ。これマジ嫉妬に泣いたね、ハンマー君。怖いわ。10対9サヨナラタイムリー、茂木君。まあね、見事ね、失投を捉えたっていうところが、国重の先制スリーラン。
ウィーラーに打たれたやつか、ソロホームラン。で3回、またウィーラーか、そうか、連発で打たれたんだな。でタヌキの一応勝ち越しが出たんだけどね。おウィーラー今日さ、まあ確かにサヨナラがなければさ、ウィーラーがあれだよね、お立ち台だよね。ハンマーここでな、抑えたんだけどね。銀次タイムリーツーベースヒット、これもちょっと痛かったな。ハンマーからツーランホームラン、中号そのまま投げさせた方が良かったか、まあ結果論だけどね、そこはしょうがないよ。これも抑えられたね、サヨナラタイムリーヒット。この失投がねちょっと痛かったよね。まあ、これで終わりかな。いやでもまあまあまあなかなかいい試合ではあった赤敗。松井翔ハンマーが1敗1セーブ、国重が1号、タヌキが2号、3号、国重も2号ということで、やっぱ4番5番もこの手法は硬いよね。うおー敗戦マイナス240人、1試合負けただけでさ240人もファンが離れるってどういうことだよまあいいけど、ほかほか、うち支出が少ないからね、どう考えてもみんなこき使っていくから。はい、というところで順位表としては今なんかすごい接戦だね、2試合しか終わってないけどみんな2位みたいな、ホークスが2勝してるくらいか、あ試合がなかったのかな、奇数だからね。ということでじゃあ次回は楽天3連戦だよねの最終日になりますので、そうだよね、移動日挟むんで、じゃあ次回もやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。